目が覚めた。おはようございます、スレイさん。おはよう、二人とも。気分はどう？うん、もう大丈夫。ここは？あれからどうなったんだ？ここはレディーレイクの宿屋です。アリーシャさんが手配してくださったんです。そして君は本当に三日三晩寝込んでた。そっか。スレイさん、ミクリオさん、少し街を歩きませんか？うん、いいよ。じゃあ、行こうか。目が覚めたのかい？よかった。あら、意外と若いのね。どうしたわ。一躍有名人だな。そうですね。腹減ってるだろう、同志殿。すぐ支度するや。ありがとう、おじさん。けど、ちょっと出てくるよ。そうかい？じゃあ、支度して待ってるとするや。お代は気にしなくていいからな。俺のおごりだよ。ほんと？ありがとう。じゃあ、ちょっと行ってくる。人はほとんどいないな。まだ早朝だからか。うん。どうかしたのか？なんか変な感じがするんだよ。胸が押さえつけられるような。なんだって？まさかもう。スレイさん、それは汚れですわ。私の器となったことで感じるようになったのです。私の力が早くも馴染んできている証ですわ。へえ、そうなんだ。けど、汚れってこんなに？はい。人々が活動し始めるともっと汚れを感じると思いますわ。さあ、こちらへ。ほんと、綺麗な湖だな。ああ。だけどこの湖の美しさとは裏腹に、レディーレイクの街は汚れてしまっている。うん。俺も汚れを感じるようになって実感した。このままじゃいけないよ。ここレディーレイクだけではなく、世界は確実に蝕まれていっています。このように美しい景色であっても、ペン族の加護がないことをなんとなく感じるでしょ？うん。伊豆地ではずっとジージの加護を感じてた。なのに、ここでは何も。ライラ、僕たちにただレディーレイクの状態を再確認させたかったわけじゃないんだろう。大事な話があるんだね。お二人に改めてお伝えいたしますわ。
同志のなすべき使命を。同志は人や天族に災厄を与える氷魔を浄化の力を操り鎮めることができます。これこそが同志の力と言えますが、それをなすことが同志の使命とは言えませんわ。同志が鎮めるべきは氷魔を生む汚れの源泉とも言える存在、最下の剣士。最下の剣士。はい、私たちは古来よりそう呼び習わしていますの。どの時代でも多くの氷魔が跋扈する背景には、異常に汚れを持ち、その汚れで氷魔を生み出す最下の剣士が存在していたのですわ。最下の剣士は時に世界の在り方を大きく変えてしまいますわ。それほどの災厄をもたらすのです。待って、確か天意見聞録には200年ほど前から同志が現れなくなったって。その200年前にも未曾有の災厄が世界を襲ったとも記されてたな。まさか。分かったよライラ、その最下の剣士っていう汚れの大元みたいな奴を見つけ出し沈めるのが同志の使命なんだね。だけどそいつは一体どこにいるんだ。今は同志の使命を理解してくれればそれで十分ですわ。え？私はスレイさんに答えを導き出してほしいのです。後悔のないスレイさんの答えを。スレイさんのままで使命は忘れず、けれど縛られずに。俺の答え。そのためにスレイさん、最下の剣士が何をこの世界にもたらしているか、そしてこの世界で人や天族がどのように生きているか、その目で確かめてほしいのです。確かに俺はまだこの世界のこと全然知らない。世界を旅していろいろ知って、その上で導き出した答えを持って最下の剣士に相対してほしいのです。難しく考えることはないんじゃないか。要は世界を旅して回ればいいってことだろう。ですわ。とにかく飯。もう腹減りすぎて倒れそう。じゃあ宿に戻ろうか。スレイが倒れる前にね。はい。世界中を旅したいなって思ってたけどさ、それがこんなにいろいろなこととつながってくのがなんか不思議だけど面白いよな。はぁ、スレイほど世間知らずな同志なんてきっと史上初だろうな。そっかな。ライラ、俺以外の同志ってどんな人だったの？聞いてませんでした。俺以外の同志ってどんな人だったの？聞いてませんでした。ライラ。はい。何か隠してる？今日はいい天気になりそうですわね。どうやら話したくないらしい。理由は聞いてもいいのか？私は自らに制約をかけ、それを守ることで他のものにない特別な力を発揮できるようになったのです。なので
その制約にのっとって禁じていることがあるんです。ライラは喋っちゃいけないことがあるってわけ。特別な力とは浄化の力のことだろ。あ、蝶々ですわ。ごまかすの下手すぎ。別にいいじゃないか。それを知るためにも世界中を旅するんだと思えば。各地で同志の伝承を追えばわかることか。はい、全くその通りです。君の他にも浄化の力を操る天族はいるのかい？早く宿に戻らないとお腹減ったスレイさんが倒れちゃうんですよね、確か。帰りましょう。もしかしたらすでにすっかり冷めちゃってるかもしれませんわ。戻るとしよう。周囲に何かありそうだぞ。戻ったな、同志殿。飯の支度できてるぜ。ありがとう。さあ、食うぞ。ああ、お腹いっぱい。いい食べっぷりだったよ。美味しかった。けど、本当にタダでいいの？まあ、いいとも。ありがとう、おじさん。同志殿、これアリーシャ殿下からのお届け物だよ。え、なんだろう。これは手紙と俺の剣と荷物と服。ちょうどいい、着替えなよ。君ちょっと匂うぞ。そうします。まあ、へえ、どうかな。似合うよ、同志様。ほんとかっこいいわ。かっこいい、かっこいい。レディーレイクに伝わる同志のいでたちですね。よくお似合いですわ。孫にも衣装って言うしね。素直に羨ましいって言ったろ。絶対言わない。で、手紙にはなんて？スレイ、突然倒れて驚いた。宿ではよく休めただろうか。貴殿が私たちの目に見えぬ天族と本当に交流を持っていると理解したとき、湖の乙女の聖剣を抜いたとき、あの祭りでの暴動を見事に沈めたとき、私の胸はこれ以上ないほど高鳴った。そこで私に浮かんだ言葉はありがとうだった。おかしいだろうか。やはり手紙ではうまく伝わらない気がしてしまう。もう貴殿は同志として世界を救う旅に出てしまうのかもしれないが、目が覚めたのならぜひ我が邸宅を訪れてほしい。追伸、送った服は袖を通してもらえただろうか。伝承の同志の衣装になぞらえたものだ。気に入ってもらえると幸いだ。アリーシャさん、
いい方ですわね。うん、お礼を言うのは俺の方なのに。じゃあ行ってちゃんと話すといい。まずはそれだな。行こう。また来てくれよな、同志殿。うん、それじゃあ。思ったより動きやすいな、この格好。一見儀礼風だけど、実用的に作られてるね。はい、旅にもうってつけの服ですわ。